今回のローカルグルメリポートはロサンゼルス最大&最古の屋台市場グランドセントラルマーケットから映画産業の中心地ハリウッド、そしてエンターテインメントが集うユニバーサルシティまで現在の様子をグルメを通してリポートしていきます。おはようございます。今日は最寄りのこのバス停から目的地に向かっていきたいと思います。今日の目的地の最寄りに到着しました。こっち方面に歩いていくとあるので早速向かっていきたいと思います。ということで本日の目的地グランドセントラルマーケットに来てみました。こちらにはお店がずらーっと並んでいるので早速入ってみたいと思います。このグランドセントラルマーケットは1917年にロサンゼルスの中心ダウンタウンで始まった屋台市場です。またここはロサンゼルスで最大かつ最古の市場としても有名です。様々な国からの移民が多いロサンゼルスは食文化も多様で、そのバラエティ豊かな食がギュッと凝縮された貴重な場所となっています。それではそんなグランドセントラルマーケットのお店をざっと紹介していきます。ジュース、卵料理のエッグスラット、タコスなどのメキシカン料理が4つ、ドーナツ、パスタ、ラーメン、チーズ、ラテン系食材が2つ、サンドイッチも2つ、日本のお弁当、果物や野菜、ピザ、タイ料理、アイスクリーム、シーフードが2つ、メキシカンフルーツ、クッキー、フライドチキン、韓国料理、エルサルバドル料理、キャンディー、コーヒー、オイスターバー、クラフトビール、中華、フィリピン料理、パン、ドイツ料理の34店舗がありました。その他にはグッズ類が販売している案内カウンター、ジュエリー、そして撮影スポットもありました。こちらのお店、あのララランドにも出てたみたいなのでちょっと食べてみましょう。ということでちょっと珍しいエルサルバドル料理が食べられるお店をリポートしていきます。ちなみにエルサルバドルとはメキシコを少し南に行った中央アメリカにある小さい国です。先ほども触れましたが、こちらのお店は映画ララランドにも出演していて、ちょうどこの角に主人公たちが座っていました。店先には料理が並んでいて、スープみたいなものもありますね。メニューを見てみると、朝食やエルサルバドルの代表的な料理ププサ、前菜、中央アメリカや南米で食べられているタマルのほか、スープなどもあります。またププサはこんな感じで作られています。ということで今回頼んだのは豚肉、豆、チーズが入ったプップサです。価格は 4.75 ドルで、現在の日本円だと約550円です。赤いソースのかかったコールスローのようなサラダも一緒についてくるようです。プップサを切ってみると中にペースト状になった具材が入っています。それでは食べてみると、作りたての熱々で中のチーズもトロッとしています。生地はどちらかというとナンみたいな感じでもちっとした食感があります。プップサ単体で食べると生地や豚肉、チーズそれぞれの素材の味が感じられ、豆の主張はあまりないです。次に付け合わせのサラダをつけて食べてみると、ププサにパンチが加わってかなり相性がいいです。このサラダにはキャベツ、人参、玉ねぎが刻んであり、赤いソースは辛くてスパイシーなソースでした。なので素朴な味のププサと一緒に食べることで、シャキシャキ感とスパイシーな辛さがプラスされてバランスよく食べることができました。ププサ自体は食べやすいサイズなので、中身を変えていくつか買うとより楽しめるかなと思いました。次はここのソーセージがめちゃくちゃいい香りするので、ここで一つ頼んでみましょう。続いてはこちらのドイツのソウルフードが食べられるお店で食べていきます。このお店のシステムはソーセージの種類、スタイル、サイドメニューと様々な組み合わせができるようです。こんな感じに写真もあるのでイメージしやすいですね。それでは注文していきましょう。はい、can I get a curry roll? Yeah. So which one is the most popular? You want a spicy? Yeah. Any fries or anything to drink?No, that's it.いい感じのビール屋さんもあるので、ここでビールも一つ頼んでみましょう。ということで合わせてクラフトビールもいっちゃいましょう。こちらのメニューには豊富な種類のビールの他にもおつまみやハンバーガーなどもありました。それではこちらも注文していきます。 Which beer most popular? Popular? Yeah. The mango problem? Yeah, mango. ということでまずはビールをいかせていただきます。今回頼んだのは人気メニューのマンゴークラフトです。価格は7ドルで、現在の日本円だと約800円です。口当たりはほぼマンゴーサイダーな感じで、かなりフルーティーです。マンゴーの香りの後にほんのりビールの苦味とホップの香りがします。もちろんビールなので変な甘さがなく、しっかりビールのキレと深みもあるので、ビール好きはもちろん苦手な人にも美味しく飲める一杯でした。次にこちら、豚肉ソーセージのカリーブルストです。価格は8ドルで、現在の日本円だと約920円です。ちなみにこのカリーブルストとはドイツのベ
ルリンなどで食べられるソウルフードで、ソーセージにトマトソースやケチャップ、そしてカレー粉をかけたシンプルな料理です。こちらのカレーブルストは一口サイズにカットしたソーセージにソースとカレー粉がかかっていて、バケットがついてきます。それでは食べてみると、コクのあるケチャップベースのデミグラスソースとカレー風味がよくソーセージに絡んでいます。また今回はソースを少し辛くしてもらったので、タバスコのようなスパイシーさが加わり、ビールが進みます。ソーセージ自体は皮はパリッとしていて、中のお肉は柔らかいです。バケットは外は固めでクッキー生地のようになっていながら、中はめちゃくちゃふわふわで、かなりこだわったパンでしょう。小麦のいい香りと味で、これだけでも食べられるくらいです。またクッキー生地の外側はお菓子のカントリーマームみたいな食感で癖になります。これをソースにつけて食べるのもまた良かったです。ここのドーナツもちょっと美味しそうなので買ってみたいと思います。そしてラストはこちらのドーナツ屋さんで何か買っていきましょう。ケースを見ていくと、見るからに美味しそうなドーナツがずらっと並んでいて、こんなのがもし家の近くにあったら危険です。また映像だと映っていませんが、甘い香りに誘われ蜂がブンブンしています。それでは注文していきましょう。 So which one is the most popular? The tiger tail that long with the heater? That was the most popular. Alright, that one. ということで、人気メニューのタイガーテールをゲットしてみました。価格は3ドルで、現在の日本円だと約345円です。ひねりながら細長く伸ばしたドーナツの生地に砂糖をコーティングしてあります。食べてみると、外側は砂糖でカリカリサクサクでいい甘さ、中は何も入っていませんが、ところどころにシナモンが挟まっています。生地自体はもちもちで、ドーナツのいい香りがしていて、砂糖はそこまで甘すぎないので、かなり食べやすいです。大きく感じますが、油っぽさもほとんどなく、全然ペロッといけてしまったので、食べ過ぎ注意なドーナツでした。次は地下鉄に乗ってハリウッドハイランドに来てみました。めちゃくちゃ懐かしいです。ちょっとね、紹介していきたいと思います。こちらはロサンゼルスのシンボル的な名所、かつ個人的に懐かしのハリウッドです。正確にはハリウッドブルーバードという大きな通りで、さらにこの中心部はハリウッドハイランドというエリアになっています。映画を中心としたエンターテイメントが集まっており、世界中から観光客が訪れます。またこの通りの道路を封鎖して、映画関係のイベントも行われたりするので、運が良ければ遭遇できるかもしれません。駅の隣になんか新しいアトラクション施設みたいなのができています。この辺りの通りはウォークオブフェイムといって、有名なアーティストたちの名前がこのようにスターになって彫られております。そしてこれがドナルド・トランプのスターです。一時期はめちゃくちゃ蹴られたり、ゴミを置かれたりしてめちゃくちゃ汚かったんですけど、今はまあちょっと綺麗になってますねみんなこれに向かってすごい攻撃します。なんとあのミッキーマウスも刻まれています。こちらがあのマイケル・ジャクソンです。ここはめちゃくちゃなんか工事してますね。改装中みたいです。こんな感じにがっつり工事が入っちゃってて、多分周りのお店はやってるんですけど、ちょっとねもう歩きづらいというか、ほぼほぼ8割型工事中って感じですね。ここはですね、何気にトイレがね、誰でも入れるトイレがあるんで、すごくね、助かります。こちら改装をしてますが、このシューパレースを越えたところに、なんとハリウッドサインが見える場所があります。ここおすすめです。写真用にこんなベッドの形をした置物と、あと望遠鏡もあります。こちらがドルビーシアターです。めちゃくちゃでかい映画館ですね。このドルビーシアターはアカデミー賞の会場となっているハリウッドの名所の一つです。アカデミー賞に参加した人たちはこの階段を登っていきます。ここが有名なチャイニーズシアターです。結構人もいますね。チャイニーズシアターの下にはいろんなね、有名な俳優さんたちの手形とかがいっぱいあります。こちらがハリーポッターのあの3人の手形と足形です。こちらはマイケル・ジャクソンと書かれていますが、本当なんでしょうか。いっぱいなんか手形と足形がいっぱいあるけど、こちらがあのマット・デーモンですね。こちらはみんな大好きウィル・スミスです。こちらはあの老人形のマダム・タッソーです。こちらはおそらくハリウッドで一番大きいお土産屋さん、ララランドです。この超でかいお土産屋さん、ララランドはあらゆるグッズが並んでいます。アカデミー賞のトロフィーになっているオスカー像のレプリカや T シャツやパーカーなどのアパレル、その他雑貨類も多すぎるぐらいに揃っています。映像に合わせて変化するモニターもあって、クラブみたいな感じも楽しめますね。ここの建物に無印があったんですけど、なくなってますね。その代わりにターゲットが新しくできてます。
なんかメイソーとかいうダイソーみたいなユニクロみたいなお店ができてますね。このユニクロとダイソーと無印良品を足したようなお店は日本の企業が運営するお店ではなく中国の会社であるメイソー有品産業が運営するお店です。日本にも東京を中心に千葉、福島、宮城のイオンモールにも出店していましたが2021年12月末にて日本にある全ての店舗が閉店されています。商品はダイソーに近い感じで日用雑貨が並んでいます。またマーベルとコラボするなど結構すごいです。日用品以外には韓国と日本のお菓子も販売されていましたが中国の企業なのに中国のお菓子がないのは不思議でした。こちらは LINE フレンズっていう LINE のグッズのお店ができてます。こちらの LINE フレンズは LINE のグッズが販売されているお店です。撮影スペースなども結構あってなかなか可愛いです。グッズにはバッグや T シャツなどのアパレル、その他ミニオンとのコラボ商品もありました。しかし LINE は日本をはじめタイ、台湾、インドネシアの4カ国を中心として使用されているサービスなのでなんで知名度の低いアメリカのハリウッドにお店があるのでしょうか。ハリウッドの通りにあるこのディズニーストア入ると必ずチョコレートくれたんですけど今はなんか入れなくなってますね。あそこの恐竜はクリスマス仕様になってます。そして今日ラストはですねこのユニバーサルスタジオシティ駅の方に来てみました。ここからですね、シティウォークの方に向かっていきたいと思います。ユニバーサルスタジオとシティウォークはこのものすごい坂の頂上にあります。なのでここに無料のシャトルが出ています。なのでこちらの方に乗っていきます。ということでシャトルが上から降りてきました。早速乗り込んで登っていきましょう。もはやここからすでにアトラクションみたいです。ということでユニバーサルスタジオの方にやってきました。こちらがエントランスでこっちに行くとユニバーサルスタジオの入り口となります。でこっちがユニバーサルシティウォークですね。今回はこちらの方を見ていきたいと思います。こちらのユニバーサルシティウォークはレストランやお土産さんが立ち並ぶショッピングモールです。きらびやかなお店なども多くシティウォークだけでも十分楽しめます。また奥の広場はアーティストのミュージックビデオやイベントなどで使用されています。こちらのお土産コーナーが見てるだけで楽しいのでちょっと中入ってみます。このユニバーサルスタジオストアではユニバーサルスタジオのグッズが並んでいるお店です。いろいろなキャラクターグッズがある中でこのハリーポッターのエリアは映画内の世界観を再現していて見てるだけでも楽しめます。ローブやグラス、そして杖もあるのでかなりワクワクしますね。今日は平日なのでかなり空いてますね。まあ土日でもそんな混んでる時はないんですけど。こちらは映画館です。超でかくてね、中も広くてめっちゃいい場所です。ここは疑似スカイダイビングができるところですね。下からブワーってすごい圧力の風が出てきてあの中で人が回るって感じです。そしてこのシティウォークの目的はあのメルローズで大人気のお店、このピンクスですね。穴場のピンクスがあったということです。それでは早速何か食べてみましょう。ということで前回の動画で触れた穴場のピンクスがこちらになります。このピンクスは先ほど紹介した広場からエスカレーターで上がったシティフードというエリアにあります。ピンクスの他にもケンタッキーやタコベル、パンダエクスプレスなど有名どころのファーストフードが揃っています。メニューを見てみるとピンクスの代表メニューチリドッグを筆頭にハンバーガー、その他トッピング系があります。それでは注文していきましょう。いや、けなげなチリドッグ。なんと注文が終了すると同時に提供されるほどの速さです。ということで今回選んだのはこちらの定番メニューのチリドッグです。価格は 6.29 ドルで現在の日本円だと約730円です。ピンクスのチリドッグはかなり長いソーセージにマスタードとチリ、玉ねぎが乗っています。それでは食べてみるとスパイシーさや辛みのない濃厚でコクのあるチリにひき肉の食感を感じます。舌触りはトロッとしていてほんのりマスタードの香りがするのもいい感じです。また玉ねぎがシャキシャキでいいアクセントになっていました。ソーセージは特別感はないですがパンからはみ出るボリュームが嬉しいです。パンは柔らかいコッペパンという感じでふわふわしていてチリとソーセージをしっかりまとめています。もしピンクスのホットドッグを食べる際はチリがたっぷりなのでフォークで食べるか汚れる覚悟で食べましょう。ということで今回はここまで。次回のローカルグルメリポートは観光客はまず行かないロサンゼルスの田舎町ノースハリウッド、住んでいたからこそわかるローカルすぎるグルメに加えてあのアマゾンが運営する最先端スーパーもリポートしていくのでぜひご覧ください。